皆様お元気ですか。牧師海でございます。今回は中華そば伊豆谷食堂の、カップラーメンをね食べていきたいと思います。それではね、お湯を入れて、これ5分ですね、5分待ちたいと思います。5分経ちました。それでは早速食べていきたいと思います。まず蓋を開けまして、で、入れる前にですね、火薬もね入れました。続いてですね、これ蓋の上にね、温めましたこのね、液体スープ、こちらをね入れたいと思います。で続きまして、この後入れのねスープでございますが、ちょっとごめんなさいね、またね煙ってしまいました。で、ね、ごめんなさいね、はい、ごめんなさいね、今ね曇ってしまいました。今改めてねこちらのね、後入れスープを入れたいと思います。で、まずねこれをねよくこれを溶きまして、他にもね、なんか色的にはね、昔ながらの中華そばって感じですけどね。でまた曇ってしまいました。またすいません。で早速ね、食べていきたいと思います。まずスープからいただきたいと思います。やっぱり中華スープですから、昔ながらの中華そばですからね。スープはね、すっきりとった感じでございます。で、麺の方も食べていきたいと思います。本当はね、ちょっと音を立てて食べたいけどね、世界でも見てる人もいますのでね、音を立てずにね、食べました。昔ね、なんか懐かしいね、味がします。某ねラーメン店のね味とかね、あんなあたりの感じかなとね思っております。でもね、このいくつかね、この秋田県にねありますね、伊豆谷食堂のね中華そば、いつかね秋田県に行ったらね、食べていきたいと思っております。よかったらですね、こちらの中華そば伊豆谷食堂のねカップラーメンね、コンビニで売ってますので、ご購入してみてはいかがでしょうか。味はですね、醤油、ちょっと薄い醤油のねすっきりとした味わいでございました。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。